キネシマ市の紋章キネシマは、ロシア連邦、イバノボ州の都市。モスクワの北東 400km にある。ボルガガーウガに沿って 15km ほど市街地が、伸びており、南西 100km にある州と、イバノボに次州内では2番目に大きな町。ボルガの北の対岸には同じくイバノボ州に属するザボルシスクの町がある。人口は95,233人。 キネシマ旧市街キネシマのボルガ川沿いの散歩道、かつては、フィンウゴル系の民族メリビトが住んでおり、キネシマの名は、深い水を意味する彼らの言葉に由来する。キネシマの名は1429年、タタール人の襲撃を受けたポサドの一つとして、記録に書出する。1504年、モスクワ大公イバン三世はキネシマを、ゲディミナス朝の血を引くベイルイの貴族で、 リトアニア大公国の下からモスクワへ逃げた、ヒョードルベリスキー港へと与えた。あと2番4世はキネシマを、イヴァンペトロビチシュイスキー港に与えているが、シュイスキーの死後の1587年には再度、ツァーリが取り戻している。ロシアの歴史上、キネシマは様々な地域に属してきた。アルハンゲリスク州、ヤロスラブリ州、コストロマ県などである。 ドーラン時代の1608年には、ポーランドリトアニア軍により二度略奪を受けた。16世紀から17世紀、キネ島は、ボルガ川の漁業の中心地で、ここで採れた長ザメは、サーリの食卓にも登った。18世紀からは、町の主産業は、イバノボ州の他の町同様に、綿花栽培をもとにした、繊維工業へと移った。1758年には、最初の大きな、 織物工場が完成し、七百七十七年には町の地位を得て繊維工業や港湾運送業で栄えた。八百七十一年にはモスクワとの間に鉄道も開通し、繊維工業の他にも鉄製品の鋳造場や化学工場などが建った。キネシマのボルガ側の橋橋のキネシマは繊維工業、製材業、化学工業などが主産業であり、 ボルガ川水運の港湾輸送も重要な役割を果たしている。しかし、ソビエト連邦の崩壊以後、軽工業が打撃を受けており、繊維を中心として栄えてきたイバノボ州は、ロシア中央部でも最も経済的に苦しい地方となっている。キネシ島では、鉄道がボルガ川を越えており、シベリア鉄道へ向かう列車の一部がキネシ島を経由して、東へ行く。 モスクワのヤロスラブリ駅からキネシマまでは列車では9時間で到着する。2003年にはキネシマでボルガ川を越える新たな道路橋が開通し、対岸との交通は格段に向上した。自動車はロシア製やドイツ製が多かったが、右ハンドルの日本車がドイツ車に並ぶほどに増えている。市内の公共交通は市営のミニバスがタトシとの間には、 大型の観光バスが用いられている。キネシ島の史上ネシ島の主な歴史的建造物には1838年から1845年にかけて新古典主義様式で建設されいたイタリ製三社大聖堂のほか18世紀に建てられた聖堂が散在する。また近郊には劇作家アレクサンドル・オストルフスキー、作曲家アレクサンドル・ボロディン。 天文学者、ヒョードル・ブレディキンの辞書が残り、博物館になっている。ありがとうございます。